はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日はですね、大ニュースです。今までのチャット g p t を使ったメロディープレイヤー、そしてメロディーのプロンプトジェネレーター、ーいわゆる DTM とかで使えるメロディーを指南するソフトウェア、これをこの1ヶ月ぐらいいろいろ開発したりして、皆さんにも発表させていただいていました。でもですね、メロディー用の プロンプトジェネレーターチャット GPT に聞くためのソフトウェアですがこれが大刷新しましてですねとってもすごいメロディーが奏でられるというソフトウェアになってきましたプロの人もこれはすごいんじゃないかなっていうような評価をいただいたりしてとってもこれからの期待が高まっていますでは早速見ていただきましょう これがですね今までもやっていた GPT メロディープレイヤーですこれ自身は何も変わりません最近になっていろいろ編集機能がついたりとかそういう風になったんですけれどもちょっと一旦空にしておきましょうはいここでですね新しいソフトというのはソングプロンプトというソフトが追加されたということですこれを押しますと このようにサブウウィンドウが出てきます。ちょっと真ん中で操作しましょうもう今までのような難しいことを考えなくってですね「何々のような曲」というふうにやっていただくだけでとっても素敵なメロディーが奏でられるということです例えばこのようにですね「都はるみ風な演歌調の曲」という というふうに入力してみました。このように〜何々のような曲ということです。例えばビートルズとかが好きであればビートルズの何とかのような曲というような形でここの文言は書いてください。ちょっとそれの優しめな曲とかいう装飾はいろいろ考えていただいたらいいです。そのようにしまして ここで「プロンプト生成」というオレンジ色のボタンをクリックしてもらうと下にこのようにプロンプトジェネレーターが発動します。ここでですね青い色で都はるみ風な演歌調の曲というふうに出ていますよね。このようにしましてクリップボードへコピーしていただきます。そしてここにはチャット g p t を立ち上げるためのボタンもあります。ここで 押していただくとチャット GPT 自身が立ち上がりますそうしまして新しいチャット GPT でやってみましょうこのプロンプトを入れるところにですね先ほどコピーしてますのでコントロール V で貼り付けてくださいそうしまして聞きますここでのポイントなんですけれども今一番下の行に出ているんですけれども末尾にはどんな BPM で演奏すればいいか その提案もしてくれるようになっていますので、まあ、それも後で記憶しておいてくださいじゃあ聞いてみましょうはいこのように出てきます BPM は120としますというふうに出ていますじゃあこれでですねこのように音符に値します 僕が考えた村長スタイルコードと呼んでいますけれどもこれをですねコピーしていただきますそうしましてこのメロディープレイヤーに来まして PasteFromClipboard というのがありますこれをやるとぴょっと貼り付きますそしてですねここで、まあ、念のためにこの変換というボタンがありますのでこのテキストが 若干おかしいところがあっても直してくれたりする機能もあります。これで変換ボタンを押します。はい。今は何も変わりませんでしたよね。まあこれでもいいわけです。そして BPM は120ということでしたので120というふうにします。そうしまして Listen to Melody というのをやります。 ようにですね、なんとなく塩化風といいいうううううののがわかるよよな、そういうようなものになそもにっています。ですからこれはですねもうどん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 このようにしまして、まあ、できればもうこういうところでですね最前面で固定なんかしていただくとですね必ず前にありますのでこういう状態でもいいかも分かりません次はですねちょっとこんなのもやってみましょう時期が時期ですので。 はい、日本の森山直太郎の「桜」のような曲という風につけます春の曲としておきましょうはいこれでですねプロンプト生成をしますそしてクリップボードへコピーこれでですねまたニューチャットにしてみましょう チャット gpt4 でも試してみましょう。4の場合はちょっと出てくるのが遅い感じがしますよね。その代わり案外しっかり考えたりします。ただし、これを使うのには今現代ではですね。プラスというのに加入していないといけません。まあ、皆さんは加入している人の方が少ないと思いますので。 皆さんの場合はチャット GPT3.5 というのを使うことになるんだと思いますはい今度は理想の BPM は80ということですこれを覚えておいてくださいそしてこのようになどりましてコピーをしますそしてこのプレイヤーの方に行きましてペーストとしますそして今度は変換ここで聞く前にもう MIDI で保存してみましょう このようになりますので今メロディー13僕こうやってテストしてますのでね今13というのになっていますそして保存通常でいうダウンロードと同じ状態になりますまあ、僕の場合は Windows の Chrome ですのでこの左下にですねメロディー13という風になっていますここでフォルダを開いてみましょう じゃあこちらはですねサイド面で固定は切っておきます。はいこの十三をですねミディとして聞いてみましょう。このようにメロディーが奏でられるわけです。 これをもちろん DAW に持っていくことができますまあ僕の場合はスタジオワン1ですけれどもスタジオワン1を開きますそうしましてこれで13番でしたねこれをドラッグドロップしますこのようになったわけですテンポですけれども80に変えましょうそれでは聞いてみます どうでですすか全然悪くないですよねもちろん自分の好みにですねミリー編集していただくとかですねいうことをやっていただければいいわけです雰囲気を見るためにですねちょっとドラムなんかをパパッと入れてですね、えー、やっていただくというのも一つです例えば全然合わないかも分かりませんよはい今適当すぎますんでですね 合わないのもいいじゃないですかちょっとこういう風うにしてこれを入れてみましょう にしてですね、アレンジをしてくださいメロディーですのでですねこの方法は Windows の場合だったら前回もご紹介しましたファーストソングエディターというのがありましてですねコード解析とかをするようなあソフトがありますのでそういうふうなことも一つの一例としてですねできると思うんですがまあ今日のところは このようなお話で終わらせていただきます。是非ともですねとっても強力になりましたメロディアイデアのツールとしてですね今回僕の作りましたこのクイックメロディプロンプト作成これをですねうまく活用していただきましてそしてミディ変換をしていただくということを皆さんチャレンジしてみてください。ぜひとも、 DTM をやっている方にはメロディーのアイデアツールとしてはとっても重宝に使っていただけると確信しております。村長スタジオでした。